土井さんです。図は一直線上にある A 駅と B 駅の間を走る電車が A 駅を出てから B 駅に着くまでの時刻 T と速さ V の関係を示すグラフである。横軸が T、時間で縦軸が速さです。で、グラフを解釈していくと、まず A 駅を出発しましたね。出発してだんだん速度が上がっていって、40秒後に一定の速度になって、そのまま一定の速度である程度進んで、で、だんだん減速していって、ここ B 駅で止まったというような意味になります。で、括弧1番です。時速0から 40S まで、40秒のこと。0秒から40秒後まで。この部分ですね。0から40だから。この電車の加速度は何メートル毎セカンドセカンドか。次の中から選びなさいということです。加速度という言葉を、もうね、公式とかじゃないんだ。言葉の意味をしっかりと理解できてるかどうか。こういう問題すべてね。加速度っていうのは何か。どんくらい加速するかってことだよね。1秒あたりの、速度の変化。このようにして抑えるといいと大丈夫です。もうこれで大体の問題を解けます。いい加速度と言ったら1秒あたりの速度の変化です。で、これ0秒から40秒まで。最初、速度0ですね。速さ0。それが40秒後には20メートル毎セカンドに変化しました。いい ?40 秒で、0から20まで20メートル毎セカンド変化したということです。ですので、1秒あたりに、そう、加速度。改めて、この言葉が大事です。加速度というのは1秒あたりの速度の変化。1秒あたりにどんだけ変化したか。40秒で20メートル毎セカンド変化した。どう計算すればいいかな。1秒あたりの変化量を求めたいので、20÷40。この計算でいいですよね。いいかな。40秒でどんだけ変化しただから。で、この計算ですが、一回分数にしましょう。分数は分子割る分母。割られる数が分子に来て、割る数が下に来ます。20分の40。この形になります。で、0を1個ずつ消して4分の2。で、約分して2分の1。で、2分の1っていうのは小数にしたら 0.5 ですね。まあ、自信なかったら1÷2の計算で試してみてもいいですが、1÷2の計算で 0.5 になります。分数を小数に直したいときはそのような計算をします。まあでも1の半分だから 0.5 って、まあ、感覚的に分かった方が、すぐ分かった方がいい。まあすぐ分かれるようになると思います。なので、各一番のことは答えは 0.5 メートル前セカンドセカンドということになります。1秒あたり 0.5、1秒あたり 0.5 メートル前セカンド速くなったってことです。確認してみますと、1秒あたり 0.5 メートル前セカンド速くなった。じゃあ40秒でどんだけ速くなるかは 0.5×40 の計算でいいですよね。こちら40の方を10で割って、その分こちら10倍して 5×20。40秒には20メートル前セカンドになってるってことも確認できます。このようにして確認しましょう。各一番の答えは ② ということになります。